芸術的だ。すごく優しい生き物だよね。かわいいね。かわいいね。はい、ホタルの光をお送りしております。はいはい、はい、新しいブレスレットを先生にもらいました。新しいブレスレットを手に入れた。あらまー、素敵なブレスレット。ほら、新しい指輪。かわいい。指の動きに合わせて動かない指輪。ほら、新しいメリケンサック。これはもう何なのか分かんないよね。これで成虫じゃない？この1個のこの節に、1個の節に対して2個ずつ足があるから、ヤスデの仲間なんですか先生。これどんな顔してるんですか。すごく優しい生き物だよね。ね、でもみんな怖がってるね、これ見たらね。この見た目はえぐいよね。目がでかすぎてわかんないのかな。何だろう。昼間なのにライトトラップに蜂が飛んできた。でもそいつなんかここで捕食したんですよ、ハエかなんか。へぇ、捕食なの。この関節に肉は、まあ、合計4個ずつ足が。これね、これ。これ、ここの触角の根元？ちっちゃいな。これカマキリみたい、カミキリだ。カミキリみたいな顔の感じで、ここに。ああ、大きいんだ。で、肉眼はこれじゃないですか。ちっちゃい。この触角の下回してる。カミキリの顔と一緒です。上は回ってないのかな。どうなんだろう。骨格の周りがみんな目なんだけど、こう、うん、骨格の周りもスズメバチとか、髪切りとか、ほら、一個の関節につけました。あー、なんか目を、目をプリプリしてそうな感じですね。こんなに食べたんですよ。うん、やっぱりいけると思うと、ちゃんと上げて、あれするの。エビと変わらない、全く変わらないと思う。まあ、ほとんどシャコですよ。こんなの持ってるやつ欲しいでしょ。ホタル来て。何？撮影撮影。どうしたの？ホタル、ホタル、ホタル、お尻光ってます。昼間なのに分かるぐらい光ってる。お、お、すごい LED じゃん。これはホタルです。まず大きさが、ホタ、日本のホタルより全然大きいよね。で、昼間なのにほら光る。すっごい光ってるよ。すごい光ってる。大きい。ホタル自体も大きいから光も大きいもん。すごい。皆さんホタルが光るのを昼間見たことある人いないんじゃないの？素晴らしすぎですよ。うわわわ、ここすごい。あーあー、あ、光りながら飛んでる、光りながら飛んでる。すごい。撮った、撮れたよね、今。飛ぶとき超光ってんじゃん。うわ、超光ってんじゃん。うわ、めっちゃ昼間でも明るい。ほんと明るいよ。ほらー。うわ、わかりやすい。ホタルの光。はい、終了。はい、終了。ホタルは柔らかいからね、強く握っちゃダメですよ。そうだよ。ほら、なんか可愛いじゃん。なんか口の顔みたいに光ってんじゃん。はい、ホタルの光をお送りしております。はい、じゃあ裏向きます。いいですか。はい、かわいいですね。こうなってます。はい、やっと目が見えましたね。裏じゃないとホタルの目は見れません。はい、映りましたか。裏かわいいね。え、かわいいね。あー、よく見えました。はい、帰りなさい。はい、ここひっくり返したらいたんです。はい、潰れないでよ。ちょっと隙間開けときます。はい、ありがとう。はい、ホタルでした。チャオ。